今回ご紹介する選手は川崎一筋のワンクラブマンとして、また試合中プライベートともに選手をより輝かせることができる男、登里恭平選手です。彼の特徴は戦術理解度、そしてサッカー IQ の高さです。味方にとって気が利くポジションや相手にとって嫌な位置取りを瞬時に導き、左サイドからのビルドアップに貢献します。さらに同じ左サイドを組むウイングの選手が1対1の勝負を挑みやすいよう、おとりとなるオーバーラップやボールを奪われた際の主から攻への切り替え、アフターケアの才能は J リーグ内でも屈指の実力を誇ります。ここぞという時のクロスの精度はピカイチであり、圧倒的な強さで優勝した2020年シーズン優勝を決める試合でのダミアンへのアシストは中村健吾さんも称賛するほどの精度と判断力であり、味方からの信頼も絶大です。また選手としての才能に限らず、ダゾーンにてシーズン前に配信されるヤベッチスタジアム内のコーナーデジッチが行くでの選手プロデュースには矢部博之さんからも一目置かれており、シーズン開幕前の J リーグファンの楽しみの一つでもあります。そんな彼がどのようなキャリアを送ってきたのかご紹介します。登里恭平選手は大阪府東大阪市にて3兄弟の末っ子として生を受けます。幼稚園に入る前から家の近くのグラウンドで兄たちとボールを蹴っており、両親の勧めでサッカースクールに入団。物心ついた頃にはサッカーの虜になっており、彼の人生の隣には常にサッカーボールがありました。子供の頃の夢は全国高校サッカー選手権の舞台でプレーすること。その夢を叶えるために県外の強豪校への進学を決意、縁あって参加した香川西高校での練習で大浦監督の人柄に惹かれ、無理かもしれないがプロになりたいという登里の夢に対し、香川西で俺も頑張ってきっかけを作るからぜひうちに来てほしいと大浦監督も熱意で答え、登里は香川西への進学を決意します。香川西高校入学前から練習に参加し、1年生時から試合に関わり左サイドに固定、周りを使うプレーが多かった登里に対し、大浦監督は違ったポテンシャルを見抜き、ドリブルをしろ、もっとチャレンジしろと常に仕掛ける姿勢を要求。そこからポテンシャルはさらに開花し、2年生時には登里の幼少期の夢であった全国高校サッカー選手権に出場、1回戦で静岡県の強豪藤枝東高校と対戦。これを見ていたのが川崎フロンターレのスカウト向島達氏でした。左サイドを駆け上がる抜群のスピード、チームが探していた左利きの選手ということもあり、上層部に獲得を進言。3年時にはフロンターレ入団が内定。登里は香川西高校への進学によってプロへの切符を手に入れます。プロ1年目、登里は自身の強みとなった抜群のスピードを生かし出場機会を徐々に確保。大浦監督が見抜いたスピードはプロでも十分に通用しました。しかし2年目には行き詰まり、なかなか結果につながらない日々を送ります。同世代の怪物大迫勇也選手が鹿島アントラーズで結果を残す姿に焦りを感じつつ、自分の良さを大事に試合に臨み続けましたが、負けている展開で途中投入されることにより試合の流れを変えることを求められる難しさに直面。ボールが来るのが怖いと感じるようになり、積極的な仕掛けが鳴りを潜め始めます。出場機会もそれに並行して減少し、迎えた3年目、準備から 100% で臨めていなかったことに気づき、トレーニングから 100% を出し続け、徐々に自信を取り戻します。以降安定して出場機会を確保し続けましたが、2014年以降左サイドバックへ完全にコンバートされた登里は、勝負と同時に怪我との戦いも始まります。2014年、右膝内側側副靭帯損傷。復帰後レギュラーを取り返し、リーグ戦19試合に出場。充実感や希望を持って挑んだ2015年シーズン、一次キャンプから左膝に違和感を抱えての戦い。
シーズン開幕後も離脱と復帰を繰り返した中で手術を決意。4月30日、医師から告げられたのは全治4ヶ月。辛く険しいリハビリに心が折れそうになりながらも、彼女やチームメイトの支えもあり奮起。少し負荷をかけたら膝に水が溜まる状態ながらも戦線に復帰。ホームということもあり、サポーターからの惜しみない声援に登里はこれまでにない喜びを抱きます。プレーすることの幸せを改めて噛みしめた登里は、良きライバルである車屋慎太郎選手と出場機会を争いながらも様々なトライをします。時には右サイドバックでの起用にも応え、2012年から指揮する風間監督の信頼に応え続けます。2016年からはフロンターレのレジェンド伊藤洋輝選手がつけた背番号2を継承。車屋とのスタメン争いに敗れながらも14試合に出場。フロンターレを陰から支え続けます。2017年、フロンターレに変革の時が訪れます。風間監督の退任、新監督は鬼木徹氏がコーチから内部昇格。風間監督の作り上げた攻撃的なポゼッションスタイルを踏襲しつつ、ボールロスト後の切り替えや守備強度も増したことで J リーグ初優勝。登里自身も大事な局面となった鹿島アントラーズ戦で3年ぶりとなるゴールを決めて勝利に貢献。23試合に出場するなど優勝に貢献したシーズンとなりました。2019シーズン、登里はエルシーニョの対談で固定できなかった右サイドバックとして試合に出場するなど難しいシーズンを過ごし、フロンターレもリーグ3連覇とはならず、鬼木監督は2020シーズン新たに改革を行います。それはフォーメーションの変更です。フロンターレのみならず、当時リーグ全体で主流であった 4-2-3-1 からアンカーを置く 4-3-3 への変更。これによりポゼッションと縦に速いサッカーを融合させた新しいスタイルをフロンターレは確立。さらに現在もフロンターレの右サイドバックを担う山根美希選手の加入もあり、左サイドバックに専念する環境が整いました。4-3-3 の戦術の中で左サイドからの攻撃の組み立てと優れた状況判断力、左ウイングを務める三笘薫選手や長谷川達也選手のチャレンジへのケアやオーバーラップなど、さまざまなタスクを担った登里はスタメンの地位を確保。リーグ戦自己最多タイとなる29試合に出場し、フロンターレのぶっちぎりの優勝に貢献。天皇杯でも優勝を飾り、師と仰ぐ中村健吾選手の引退に花を添えます。また自身初となる J リーグベストイレブンにも選出され、充実したシーズンを過ごしました。2021シーズン、軽度の負傷や旗手亮選手の左サイドバック起用などありながらもスタメンの座を死守。主力である三笘薫選手や田中碧選手の海外移籍で苦しむチームを明るく鼓舞し続け、チームの2度目となる連覇に貢献しました。また中村健吾引退後は SNS にて行われていた試合終了直後の投稿を継承しており、試合後のロッカールームの様子や活躍した選手の写真を投稿し、サポーターを楽しませています。2022シーズンは負傷離脱の影響もあり4試合の出場にとどまっていましたが、7月9日のガンバ大阪戦で途中出場し復帰を果たしました。離脱中は大卒ルーキーの佐々木朝日選手や立花田選手のコンバートなどで穴を埋めていましたが、左サイドに背番号2がいると安心感があります。ピッチでさらに躍動する姿が見たいですね。いかがだったでしょうか。このチャンネルではフロンターレに所属あるいは過去に在籍した選手にフォーカスを当てご紹介しています。少しでも面白いと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。フロラボの SNS も概要欄にありますので、ぜひそちらもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。